こんにちは、リコです。今日は1月3日です。あのね、年末に切ったんだけど、伸びるの早すぎて前髪めっちゃ伸びてるんだけど、そこは気にせずで、まあ、今日から1週間回せるかこれもわからないんだけど、まあ、1週間ぐらいちょっと頑張って、新年早々私の1週間みたいな感じで仕事始めもあるので、回せる限り回していこうかなと思っております。まあ、ちょっと頑張ってみるんでよろしくお願いします。あ、本年もよろしくお願いします。今日は何もないので一人映画をします。でもその前にお母さんとちょっとショッピングしようかなって思ってるけど、まあ本当にそんな感じで特にすごく計画を立ててるわけでもなく、ゆるく回していきます。ではトマト外にやってきました。気持ちいいね、外は。なんかすごいずっと私のお母さんが一人で喋っているんですけど、今なんとですね、今日1月3日なので駅伝が走ってたんですよ、すぐそこに。びっくり。駅伝とね、高校サッカーはね毎年見てるからすごい嬉しかった。頑張って頑張ってって思いました。すごかったな、びっくりした。全然知らなくて来てたんですけど、今日なんかみんなすごい人が集まってる、これ何と思って行ったらまさかの走っていました。早かった。上から見てもこんな速いなんて、実際すごいんだろうなって思ったし、本当に選手の皆さんの努力とね、決勝の塊ですね。すごいびっくりしましたっていう感じです。外気持ちいい。ちょっと外空映したい。おはようございます。昨日は結局なんか中途半端な状態で YouTube が終わってしまいました。申し訳ありません。でも結局あの流れを説明すると、まあ、あのお母さんとショッピングして、てかなんかまあうろうろしてお昼食べて、私は映画一人で見る予定だったから一人で見て帰ってきて終わりです。まあそんな感じでしたね。で今日の予定は、夜はちょっと出かけるんですけど、そんなに予定はないっていう感じですね。でもなんか行くところがあるらしくて行ってっていう感じかな。あー、よいしょ。眠しか、早いな。ちょっとアイライン引きますね。多分相当画面から外れるけど、光がさ全部洋服に行ってないか、光が全部洋服に行っていないかい。最近ね、まつばしたから、エリさんのところでまつげは上がってます。明日から仕事始めなので頑張りたいと思います。でも私本当に仕事人間すぎて
もう年末年始、まあ、家でゆったりできたし、まあ、いろいろとその、まあ、もう今年だけど、まあ、来年に向けてみたいな感じで考える期間でもあったからすごい良かったけど、結局私はね仕事がしたいって思った。でも仕事してたら、しすぎてたらオフが欲しいってなるじゃん。人間って本当にないものねだりだなってつくづく思います。でもやっぱ仕事してる時楽しんだよな。こんな感じです。いろいろ過ごしますだからね、今日全然回す時ないと思うんだよね。もう本当にね、あのこの今撮ってる動画で今日今日分終わるみたいな説があるんだけど、最近唇の乾燥すごいんだけど、久しぶりにこのルージュアンリミテッドラッカーシャインヌイロゼをシュウマさん、ね、かわいい、これ使います。はい、ということでメイクしました。さっきしたんだけど、さっきってか朝したんだけど、ローラメルシーさんのね最近使ってるやつを捨てなくてちょっと足しました。あとリップも若干しました。本日はもうすぐちょっとお絵かきするんですけど、多分今日はの動画をここまでなので、また明日。今日は山田さんのところに来ました。おはようございます、山田さんです。今は山田さんに TikTok 講座をされていますっていう YouTube、 今強制 TikTok されてる Now です。私この後は YouTube 撮影があるので YouTube 撮影に向かいますが、まずはこの大和さんの TikTok 教室を乗り越えなければ私は YouTube 撮影には行けませんので頑張りたいと思います。お昼を食べたのでこれから YouTube 撮影に向かいます。寒いね。マネージャーさんからもらったマフラーということで寒い、向かいます。 YouTube を撮りにカフェに来ました。あったかい、クリスマスじゃないけどクリスマスみたいです。 YouTube 撮ります。おはようございます。昨日仕事始めで、今日もお仕事で、明日もお仕事で、明後日もお仕事で、その後はまだわかんないんですけど、そんな感じになっております。今日は雪が降ってる、雪が降るらしくてすごく寒いらしいので、服装には気をつけて厚着をしていきたいと思っています。ちょっとお仕事中は動画が回せないので、もしかしたら今日はこれで終わりかもしれないし、なんかいろんな歩いてる時とかの動画が入って終わりかもしれないし、終わり方は分かりませんが、今日も頑張っていっていきたいと思います。寒いぞ。今タクシー乗って、いや寒い、ちょっとだけ今歩いただけなのに、見てめっちゃ雪積もってんだけど、洋服にもう、だって今真っ白なんです。ちょっと待って、見てほしい、見て、真っ白、めっちゃ降ってんだけど、なんでこんな降ってんの。もうだって見て、すごい雪積もってる、寒い。ということでお仕事行ってきます。頑張るぞ。おはようございます。今日は今ね1週間回してるのすごくない？今日何日目？そうだから今何日目か言おうとしたけど忘れちゃった。4かな、多分そのぐらい。もう佳境じゃん。そうなの、なかなか佳境なのよ。いいよいいよってやってる。今日は今日はそんな朝早くはなかったですけど、
これからロケに出かけて、その後収録です。頑張ります。あ、佐藤さんがやってきた。この状態で、まあいいけど、衣装選んできます。着替えました。青です。青すごい。今日あの1週間終盤あたりだけなんかまともに撮ってるの今日ぐらいな気がする。大丈夫それ。うん、だって撮れたから大丈夫ですか。いや、だって1週間だからさ、つなげたらさ長くなっちゃうなと思って、そんな喋りすぎたらと思って。確かに、ね、でもさ、でもえ、昨日も撮ったの。昨日撮ってたよ。雪だーとか言って。じゃあいつ撮ったかバレるんですよ。雪だーとか言って撮ってた。伊達さんにこれを撮るべきだと言われてしまったので今回しています。メイクが完成しました。おっ、どこだ。ロケに行こう。寒いですが、え、でもね、まあ、そうね、路面のあれだけ凍結だけ気をつけて行ってきます。ということで、ロケが終わってスタジオ移動していました。寒い。では引き続き頑張ります。撮影中です。寒くて完全防寒。見て、今日の衣装にはなんと人参シワがついてます。かわいいです。おはようございます。今日は何日目だっけ、忘れちゃったけど、今日のお仕事はファイトソングの撮影です。もう回そうと思ってたら知らない間に爆睡をしていて現場に着いてたんです。お昼ご飯を食べます。寒いよていくよ。今日も頑張ります。寒かったです。でも私は今日は本当にちょっとだけだったので、まだ皆さんの撮影をされているので、皆さん頑張ってくださいという思いを残しながら帰りたいと思います。では帰ります。今日の YouTube はこれで終わりかな、わかんないけど、バイバーイ。こんにちは、リコです。今日は、いや、私思ったんだけど、1週間だから、もしかしたらね、今日が最後かもしれない。もしかしたらというか今日が最後だね。で、まあ今日は午後からなんですけど、鉄分を取っていくよ。早朝の撮影の時とか貧血気味だからね、よく飲んでます。午後からなので、ちょっと午前中はゆるゆると過ごして、でも今日もあのこの前の雪の日と同じで、まあお仕事ではあるけど、まあどちらかというと、まあそうね、準備とかっていう感じです。あとね、何気ねあと15分ぐらいで出ないといけないんだよね。夏。そう、そういえばこの前食事の時の動画で言うの忘れたんだけど、なんかナッツもいいんだよね。それはもともと私も知ってたんだけど、ナッツは結構なんていうの、満腹になるし太らない、スーパーフードっていうの、よくわかんないけど、おいしい。やまあ、でも振り返れば結構1週間
特に年始で仕事始めもあった週だったからあっという間でもあったんですけど、まあでも割と私のスケジュールは1週間だいたいこんぐらいの、そのプライベートの割合とお仕事の割合みたいなところとか、まあ、全然回せてない日たくさんあるけどね。どんな YouTube になるのか申し訳ないぐらい結構大丈夫かなって感じだけど、どうだろう、皆さんの1週間はどんな感じですか。でもやっぱ大学になってその授業が結構自分で履修とか組むからさ、そこで結構時間の余裕っていう部分では変わってきたっていうのもあるけど、もう私も高校までは全然こんな1週間じゃなかったし、もう絶対に朝からね3時とかその辺まではもう絶対学校っていうものがあったから、しかもゲスからドーまであったから、私学校じゃあそこの部分がなくなったっていうのはまあ大きいかなと思いますね。だからもう早いもんで、もうすぐ1年経つけど、未だになんか最初の方は特にこんなお仕事ちょっといいのかなと思ってたけど、ありがたいことですけどね。まあだいたいこんな感じです。まあエンディング撮れると思うので、いや撮りたいよね、さすがに週間の最後だから撮れるように頑張ります。ではお仕事行ってきます。はい、ということでお仕事が終わりました。髪がボサボサだけども頑張ってきました。ということで本日で1週間7日間かの Vlog というか私の記録も終わりです。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また機会があればやりたいと思います。これからもお仕事頑張るぞ。バイバーイ。Heart is fire, but baby